壁の多い時代を生きている。だけど立ち止まるのはつまらない。超えていけ。評判を、肩書きを、自分というスタイルでどう進むかは自分で決める。超えていけ。壁の多い時代を生きている。だけど立ち止まるのはつまらない。超えていけ。型にはまった表現を、昨日までの常識を、超えていけ。自分というスタイルで、動き出す準備はとっくにできている。どう進むかは自分で決める。超えていけ。
そうですね、やっぱトレーニングウェアとかいっぱい持ってましたね、うん、集めるのがすごく好きで、はい。そうですね、今まで結構メンズライクなものが多いなっていうイメージだったんですけども、最近はとてもなんかこう女性らしいラインのものだったりとかも増えているので、なんかどんどん自分の私服でも取り入れたいなって思いました。パーカーにスカートでブーツを合わせたコーディネートがすごく自分らしいなんか私服というか、よく着てる形だなと思ってとてもお気に入りですね。自分を超えたいなって思う、限界を超えたりとか、ちょっと結構今まで逃げてたタイプなので何でもいいです。例えば食べ物我慢するとか、トレーニングちょっと頑張ってみるとか、なんかそういうところからなんか積み重ねていけば、なんかいつか超えられるようになるのかなと思って、はい。今年はまだまだ時間があるので、多分例年よりもしかしたらね、ちょっと家にいる時間とかが増えてくると思うので、なんかそこでいろいろなものをこう挑戦してみたり、なんか趣味とかちゃんと見つけていけばいい。